はい、到着。止まったことあるね。ジュアン止まったことあるよ。あるね、まだ。今、天気は雨は降ってないけど曇りで、止めてやはい、到着。パッパパパパパパイナップル。で、海外人はね、お魚が大好きです。すごいね、ゴールジンベア。はい、発熱外来。あっさりしてるんだ。怖いわこれ。はい、パイナップル園到着。駐車場止めてここでチケットを買っていくっていう流れになっております。はい、到着。パッパパパッパパパイナップル。パッパパパッパパパ。はい、こちら何でしょう。乗り込んでいきましょう。よいしょ。はい、恐竜探検ツアーカート乗り場、このままね迎えるみたいでございます。開園の運転でレッツゴー。いいねー。パパパパパパイナップル。植物だね、見たことない植物だらけ。やっぱね、南国は違うね。パイナップル、ほらみんなパイナップル、パイナップルねえ、ちっちゃいのパイナップル、わかるかなこれ、ほら恐竜パーク、チュー。ほら、ほら、おっかい、おっかい、うん、怖い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 ね、怖いねびっくりした。ねえ、おっかい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 。ほら、ジェほら、みんないるよ。ほらかわいいよ。今日は海源の誕生日でございます。すいません、マーブルヨーグルトのパイナップル、マーブルヨーグルトパイナップル、はい、うん、うまっ。パイナップルワイン、ワイン工場見学できます。はい、見ていきましょう。よいしょ。食券とパイナップル、はい、もずくスープ、ジュー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 、美味しい。こんな感じが、名護パイナップルパークということでね、ちょっと流れた感じで、回っていきましたけど、もっとねゆっくり回ればショッピングも楽しめていいんじゃないかなと。はい、楽しかったですか。動きますよ、ちっちゃん。はい、美ら海のね直前にあと美ら海まで1キロなんですけど、沖縄で有名なステーキ屋さん88、ここでね昼食食べていきたいと思います。はい、こんな感じでステーキ来ました。ソースは S1、A1 と似たような感じかな。中はこんな
感じ。おいしい。うん、うん、うまっ。おすすめを食べました。テンダーロインだっけな。うん、まあでも美味でおじゃりました。はい、白浜に着きました。以前のね動画でも美ら海は出してるのでね、同じ絵見たくなりますが、ハイジェンがね好きなんで立ち寄っていきたいと思います。よいしょ。うわ、台風の後だから波がすごい。降りる。降りる。降りようか。はい。はい。で、海元くんはね、お魚が大好きです。すごいね。これジンベエ。寿司みたい。でかいね。十分の使い。これ何これ、何これ、こっちの方顔。せーの、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカイゲン、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。これ1個持ってたやつかな。何だろう、カーズだね、カーズ。おめでとうかい。でも大きいの持ってこれなかったから、とりあえずちっちゃいのね。うん、値段ついてるけど。ちゅうちゃん、食べるのはジュアンちゃんの役目だからね。フードファイター、うちのジュアン。おはようございます。3日目朝で、ちょっとね、事件で、ちょっとどころじゃないのかな。昨日夜中、ジュアンが熱上がりまして、ちょっと40度超えてしまって、今朝は8度台まで下がったんですけど、ネットで調べたら、見てくれるということで、県外の方でも、症状も説明したら来てくださいということで、ね、向かいたいと思います。今電話問診が終わって、見てもらうところでございます。はい、発熱外来、コロナ検査、抗原検査も終了して、あとは薬待ち、まあ、検査結果はね陰性でございました。はい、夜ご飯食べて海源と
プールで遊んで、チアンがねまだ熱が8度台なんで、一人で買い出し行きたいと思います。どっかね途中立ち寄れそうなとこがあれば行きたいなと。はい、とりあえず買い出しね向かっているんですが、お菓子御殿で、こちらの読谷のところが、これが本店になります。ここでねレストランも隣接してて、食事も取れたり、ベニーもソフトクリームあるんで食べていきたいなと思います。沖縄ザンパ岬ホテルの目の前ですね。ここお菓子御殿本店になっております。はい、シーサーも立っていて、中入っていきましょう。はい、ベニーモタルトの看板で、マップ見るとお菓子工場見学もできます。ケーキカフェコーナー、アクセサリーグッズが売っております。ソフトクリーム、よいしょ。じゃあね食べていきたいと思います。こんだけ来てて初、うん、濃厚、うん、美味しい。お菓子御殿でベニーもソフトクリーム美味しかったです。で、これ左に出てなんか灯台があるんですよ、奥に。 あとね、ここビーチで、右側が確か無料の駐車場あります。これがザンパビーチ、左手ですね、ザンパビーチがあります。で、これ右が無料のパーキングで、結構ね早めに来ればすぐ止めれます。はい、ザンパビーチも結構いい感じなビーチになっております。おジェイコばっかり、なんだこれ、なんだろう、アメリカントレーナーがめっちゃ並んで固定してるから、なんかの施設かな。で、この灯台がね有名なのかな、何なのかな、ちょっとわかんないですけど、ザンパ岬灯台というところですね。はい、到着でございます。行ってみましょう。はい、ここが入り口。はい、灯台登ってる人いますね。風がね強いから声が聞き取りにくかったらすいません。あ、海が青い。お金取られます。ちなみにいくらかわかんないけど、だいぶ去ったけど波が高い。300円、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ登っていきましょう。灯台なんて人生初か。よいしょ。
まだ結構急で、はあ、半分なんで、そうだ、よいしょ、一人でいようかな。こういう感じ。あなた買い物数99だ。そこは100じゃ、うわ、怖っ。もう高いとこダメだからさ、怖いわ。もう僕高いとこ無理、反対側の景色はね、来て見てください。いや怖かったわ、マジ怖いわ。ここのね、今このトゲトゲね、するってより刺さるって感じだから自己責任でいけるみたいです。はい、に乗って皆さん行かれないように気をつけましょう。はい、じゃあね、残飯岬灯台怖かったな。ね、あとね、この辺無料で、まあ、世界文化遺産なんですけど、沖縄ってめちゃくちゃこの城跡っていうのが多くて、読谷あたりだと、世界文化遺産にあるザキミ城跡っていうのがあって、規模的にはねそんなに大きいところではないんですが、初めてね沖縄来る方でも行ってほしいくらい、まあいい場所なのでね、行ってみたいと思います。はい、こういう感じ。